おめでとうございます。福島大学附属中学校では134人が卒業を迎えました。今月6日にまん延防止措置が解除されたため制限をかけずに式を行うこともできましたが、この学校では感染対策を優先しました。校歌は心の中で。教室からリモート出席した在校生に向けて式の様子を配信。3年生となってからは多くの行事が中止となり、制限の中で自分たちにできることを模索し続けました。3年のうちおよそ2年は新型コロナの影響を受け続けてきました。中学校で修学旅行行けなかったので、コロナ禍が収まったら、修学旅行楽しみだなという思いがあります。一方、同じく卒業式が行われた郡山市の郡山第四中学校。式の後にはアーティストの手越祐也さんがサプライズで登場。去年から福島の魅力を全国に発信する取り組みを進めていることが縁で実現しました。悩んだ時期もあったりとか、一生に残る大切な思い出になりました。絶対忘れられない、もう忘れることできないぐらい、もうすごい思い残ると思います。思い出を胸に卒業生はそれぞれの進路へ進んでいきます。